本人にラインして聞いた方が早いんじゃない。<おっ S 2> で佐藤琢磨選手も、えー、レイホーンレターマンラーニガン,ンレーシングで今シーズン走って。まあ、勝ちがなかったと。表彰台がなかったと。十三シーズン。え、なん、なん。来年十三年目。もういや、琢磨さんもう日本の宝ですよ。ホンダの宝ですよ。なんかもうホンダが。やめる。もう本人が、もう、お腹いっぱい、ありがとうっていうまで、もう、なんか、やり続けてほしいですね。 かそうですかね、うん、だからなんか交渉がどうとかこうとかっていう話じゃないと思うんですよね、うん、もう拓真さんは自分で自分の終わる時を決めれる人だと思うしそれぐらいしましたよね、うんうん、なんつって,ってインディー5002回買ってますからねすごくないですか、はい、めちゃめちゃすごいですよで来年はその3回目のチャレンジができるわけですよ、うん、だから来年はどちらで 来年はなんかまあ,まあレゴンレタマン・ラニガンレーシングは今期限りだというえ説も出ておりますしまあデイルコインレーシングと交渉してるんじゃないかというえ現地のねそういったそのメディアのレーサー・ドット・コムって言っていいですよって言われましたけど言っていいんですかね。知ーー知ってる知らないでしょなどこのそ だからマーシャル・プルーエットさんとかあと亡くなられたロビン・ミラーさんが、はい、まあいわゆるだからあのアメリカン・モーター・スポーツじゃあもう本当のなんていうんですかねインディーカーずっと長く追っかけてるもうドンの,の人ですね,ですねはいなるほど、うん、じゃあ多分信用できるな信用 できるかもしれないですね。まあでもまあ確定事項ではないので。本人にラインして聞いた方が早いんじゃない？今します。高橋さんにちょっと来年どうするんですかってちょっとしてみて。で、あのこないだしたんですけどねなんか飛行機乗るところだとか言ってましたけどね。既読スルーとかされてませんか？大丈夫ですか？ちょっと待ってください。 まあだから拓磨、まあ、さんはだかデイルコインじゃないかという噂もありますしあと、まあ、今のところそのレーサー・ドット・コムでえ報道されてるのがあのジャック・ハービー、うん、メイヤー・シャンクのジャック・ハービーがレイ・ホール・レターマン・ランニガン・レーシングにうんグレアム、えー・アスキューアスキューはどうなんだろうアスキューも見てでもハービー行くんじゃないかとかうーんリナス・ビ、えーケがエド・カーペンター・レーシングに行くとか。 パジェノーはメイヤーシャンクなんじゃないかとか、えー、カラムアイロットはフンコスホリンガーレーシングでフル参戦は決まっておりますメイヤーシャンク結構いいかもしれないですよね今日エリオでもね予選早かったし、ねうん、結構メイヤーシャンクレーシングでエリオカストロネベスシモンパジノーっていやまあまあ迫力のあるいいや結構パンチのある選手連れてきたなって感じですよね、うんうん、だからちょっとねその 見返してしてほいいいでですすよよねねや面白結局エリオもパジェノーもシボレー・まあ、ペンスキーだったわけじゃないですか、はい、そこに対して最近やっぱりペンスキー乗ってる選手はやっぱりホンダに対してちょっと羨ましい感じ指ーちょっと指加えてると思うんですよんね。うん、だそこでパジェノーがメーア・シャンクに行ってパワーとニューガーデンの前走ってる時が うん一番気持ちいいんじゃないですかだってエリオだってメイヤーシャンクでそうですよねってそういうことじゃないですか、はい、でもすごいですねいきなりねインディー語役もそうだし樋口介さん言ったように、まあ、今日だって早かったしそ<う>やっぱ実力のあるドライバー46歳でも作戦にちょっと何ありなんだけど樋口作戦は今日はねあれよ樋わかんない。 いやーびっくりしますね。ちょっとラ,ラインした方がいいんじゃないですか。分かんないなあの人は<こ>怒ってそうだからね<う>今日。インタビュー聞いてほしかったけど、ね。カリカリしてたからそのままレース行っちゃったんですかね。<laughs> 無線聞いてなかったんですよ多分。怒ってたもんな,な。ねだって松浦さんだってあれじゃないですか。ほら行っちゃいけない言葉言ってペナルティーもらった、ね。そうそうそうする時ありましたね。ジェフ・シモンズでしょそうそう相手。<laughs> まあよまあ p ピ P P なのかどうか。 あれ、ね、あのエリオピカストロネベスは今大丈夫なんですかね。いやダメですよ。でも P 入ってましたもんね。あれはテレビのインタビューだから大丈夫なのかな。でもさ松浦さん無線でしたもんね。そうですね。ねでもあいや松浦さんあれですよね。<浦> <laughs> あ,あそっかインタビューか。インタビューで。 本当にだってピットロード通っていく人に中指立ってたもんね。何かもうそれ虎ノケさんじゃない虎さんは走りながらじゃないですかピットに入ってきた人に対してス介さん中指ですよ。本当ああジェフ・シモンズにそんなことありましたっけあとなんかあとインタビュー F ワードみたいな。じゃないけど W ワード。 僕ねインディーの時にどかさんっていう僕のチームマネージャー,ー,ー,ジャーパーソナルアシスタントの人がいて、はい、泣きながら怒られたこと<え> <laughs> 泣かせたんですか <laughs> なんでですかなんなんでインディーが行くのって結構忙しいんですけどなんかどうしてもゴルフ行きたくて <laughs> 気晴らしに。 でなんかメディアでかなんかのいやレセッションとか全然何もない日ですよ、メディアでかなんかで3時かなんか何時かなんかにどっか行かなきゃいけなかったのに結構ギリギリになりそうでそれ話したらどうしてもこれ行かなきゃいけないのーって言って泣かれたことあなんかすけさん、5月になるとどんどん日に日に黒くなっていってたような気がする。 も本当にゴルフばっかりやりやがってると思うかもしれないですけどじゃあ、あそこでゴルフもなくなったらもう、もう、もう、何に気晴らしをしていいか分からない。いやもう今みたいに LINE があるわけでもないし、当時ね、そう、普通に YouTube 見てとか、インスタがあって、Facebook があってって、時代じゃないから、もう本当に家の中でこれですからね <laughs>。 いてですか何したらいいかなって本当に本当にやることないんですよ。ビビるぐらい友達なんか言いやしないじゃないですか友達なんかと連絡したって12時間違うから夜になった時には日本の朝なわけじゃないですかで日本が夜の時自分寝てるか起きてるか起きた瞬間かどっちかじゃないですかめちゃめちゃ孤独ですからね寂しさを紛らわすために孤独があった。 結構大変なんですよ。え武藤さんは。俺だから、すごい。あれですね。武藤さんは近所のおばちゃんと仲いいから。<laughs> あ、あそうだ。<laughs> あ,っあった、あった。ただおばちゃんと仲良くなったして <laughs> ましたよね。<laughs> そう、おばちゃんともう焼肉連れて行ってくれる。あと、ほら、あの。<laughs> 頼んでもいないのにトニー・カナンがトレーニング行こうぜとか言ってきて、うんあとなんかね家の前にタッパとか置いてあった、本当肉団子とか、いい話じゃないですか。午後一の肉まんじゃなくて、いやそれあったらもっと嬉しいけど、なんか食べ終わったらまた外に置いといてくださいみたいなあの出前かってメモがあって、それですよ松浦さん。それですかね。やっぱりそういうねやっぱ人とのコミュニケーション。 ね、でも僕、2階に住んでて1階の人知らなかったんですけど1階の人シャッターが開いてるとき見たらシャッターにインディーカーのポスターが言ってましたね <laughs> いやでもね、本当に来年の拓真さん、拓真選手ね、あのインディー503勝すればもうアメリカがほっとかなくなるんで、でね、いや、間違いないでしょうね,ね、アメリカが日本に返してくれないかもしれません。なのでまあ、これからのね。でも2回でも普通そうだと思いますよね。 でもほんと3回目以降はほんと伝説に僕の中で1回もすごいけど1回と2回もすごい2回複数回じゃないですか今度2回と3回あんまり変わんないような気がする4回になるとあもうトップレベルですいきなり神様レベルですよね神話の世界に変わるいやでもやっぱり拓磨さんはもう頭いいしインディーっていうかその勝ち方あの1か月の 戦い方組み立て方っていうそのストーリーの作り方を分かっちゃったんであの人は、うん、僕たち分かってない組ですから言ったってこうやって言ってますけど、うん、分からなかったからここにいるんで <laughs> 寂しいこと言わないでください、ね、<laughs> いやでもね拓真さんはそれができるからすごいですよね、うん、だからまあはっきり言ってですね例えばフルシーズン、うん、走れなくなっても、まあ、インディ500は走ってほしいですよね。まあ、来年もおそらくガオラで インディーカー前線中継、はい、というものを目指しております。はい、今、永遠、えー、ガオラモータースポーツ班が、えー、インディーカーシリーズと交渉中と思われますので、良、えー、い、良いなんでしょう話を皆様に来年届けたいと思いますので,、えーなんですか、お祈りしててください武藤、まあ、もそうだし、うん、やっぱりそれなりに世界で戦わせてもらって、まだ日本のファンの人たち たちに伝えきれてないことっていっぱいあると思うんですよ。いやあります。面白さ、うん、あの凄さ、いろんなものを含めて、うん、そういうのを少しでもやっぱり伝えれてモータースポーツに少しでも興味持ってもらえたりだとか、うん、そういうのは協力しなければいけないと思ってるし、うんはい、あのしたいですね。じゃあその、えー、なんていうんですかね一角を担うガオラ中継であればいいかなと。やっぱガオラの 強みあんまり硬くないほうがいいかなって僕は思ってるんですけどねあのみんなが見やすく入りやすくそうですね門は開きっぱなしでしていつでも鍵もかかってないですしやっ手ぶらいてますっていうような感じがいいですねなんだったらもう椅子すらもないそういな立ち飲み屋みたいなとこ立ち飲み屋でもいいし座敷座敷ねそういう感じでねまたみんながモータースポーツ中継の座敷うんうん そうですね、好きなときに入って好きなとこに座って楽しんでもらっていい、うん、いつ帰ってもいいですそうですね、はい、そういう感じがいいですよね。インディーカーシリーズ2022年シーズンもぜひ皆様楽しみに待っていてくださいということで、えー、以上をもって YouTube 特別企画「インディーカーシリーズ2021」最終戦リビューシーズン反省会を終わらせていただきます。 武藤さん、松浦さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。